はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。深夜の番人オークです。さあ本日なんですが、皆さんは立花生ティアドロップとかいうクソ強クソ可愛いモンスターご存知でしょうか。今日はねこのモンスターを活躍させたくて組んできたんですけども、こいつね、あの召喚ムービー見たことあります？皆さんめちゃくちゃエッチなんですよ。めちゃくちゃエッチのクセしやがって、こいつめっちゃ強いんですよね。これはい、これどういう効果持ってるかというと、レベル8での2で作れてめちゃくちゃ簡単に出せるんですけども、あの神羅立花デッキなんですけど今回ね、エクシーズを1個取り除くと、モンスターをリリースするっていう効果を持ってます。相手か自分のフィールドの、あのしかも植物族をエクシーズ1にしている場合はこの効果フリーチェーンで打てるっていう、フリーチェーン相手リリースっていう、なんかあのフリーチェーンであの相手を除去できる最強の効果を持ってるんですね。で、まあ、一応リリースされた場合に打点が200上がるっていうおまけもついてるんですけども、まあ、この効果を、まあ、活躍させていきたい、このモンスターを活躍させていきたい、そういうデッキです。で、立花っていうデッキはあの結構ね、あの、まあ、いろんなデッキと組み合わせていられるんですけれども、アロマとか、今回は神羅と組み合わせておりましてですね、これね、あの神羅立花、まあ、立花神羅っていうデッキなんですけども、めちゃくちゃ展開力が高くてすげえ楽しいんですよ。しかも神羅って結構何が落ちるか、デッキトップ意外と運ゲーなんで、割とね、あのなんだろうな、決まったルートはないというか、その場その場で、考えていく ルートがあるので、めちゃくちゃ回していて楽しいデッキなんですよ。はい、展開系でその、まあ、決まったソリティアが嫌いっていう方はぜひね作ってみていただきたいと思うんですけども、まあ、今回は立花ってね、あのフィールドのモンスターをリリースする効果が、まあ、みんな ついていまして、リリースするとなんかそのなんかするみたいな、例えばスノードロップだったら植物族モンスターと自身をリリースしながら出せるとか、ボタンだったら、魔法トラップカードをサーチできるとか、まあ、そういうね効果あるんですけども、フィールドのモンスターリリースしちゃうんですね。だからリリースされてもアドバンテージを回復できるようなモンスターをたくさん入れる人があるんですよ。例えば、まあ、人参とかバララバーとかっていうこういう墓地効果があるようなモンスターですね。こういうモンスターをリリースして、まあ、立花を出していくと。で、神羅の何が強いかっていうと、めくられて、墓地へ送られるなんかするっていう効果が、まあ、みんなついてるんですけども、例えばリーフだったらモンスターを破壊するとか、それから、まあ、ストロだったらキノコだったら魔法トラップ破壊するとか、あとこの辺のあの神羅の課金モンスターだと展開できる、墓地から蘇生したり、デッキからレベル1出したり、それから自身を特殊化したりっていう、こういうモンスターたちを入れると、あの横にねめっちゃ植物とかバババって並ぶんですよ。でスノードロップの効果が、これあの自分のフィールドの植物族モンスターのレベルを指定して、そいつのレベルに全部合わせるっていう効果があるんですね。だから、まあ、レベル8に合わせてティアドロップ出したりとか、レベル4に合わせてスノレナイ出したりとか、こういうね、いろんな動きができるんですよ。これがめちゃくちゃ楽しいので、ちょっと回し方はね、決まったルートないので、あの対戦動画見ていただくしかないんですけども、基本的な動きは、ストレナイと、ティアドロップを出して、で、ティアドロップ効果でストレナイをリリースするっていう動きですね。はい。これをやっていきたい、先行では。まあ、高校でもそうですね。そうすると、あのストレナイがリリースされると、自分のエクストラデッキ墓地から、ランク5以上のエクシーズ植物族モンスターを特殊召喚できるっていう、これ、ぶっかり効果持ってるんです。これ、何でも出せます。だストレナイをなんか、あの、絢爛とか、ティアドロップでリリースして、まあ、オレイヤとか、まあ、これ、オレイヤ選んでバウンス、選んで手札バウンスっていう、マジやべえモンスターとか、あと、この、ハイブリッドね。どこだ、これか、これモンスター効果無効、魔法トラップ効果無効できるみたいなモンスターとかを、まあこのストレナーのリリースされた場合の効果を使って出していくみたいな、まあ、そんな感じの動きになっております。はい。で、あのオークとかもあのデッキトップ3枚めくれるんで、これめちゃくちゃ強いですし、あの全モンスターが噛み合った非常に素晴らしい展開系デッキとなってますんで、ぜひね最後まで動画ご覧ください。デュエルスタンバイ。さあハイパー運ゲーデッキをねぶちかましに行きましょう。あ、これ割と悪くねえんじゃないか、これ。これはね、悪くなさそうな気がするね。立花神羅結構ね、展開方法はいくつかあるんで楽しいんですよ。結構。まあ、とりあえずスノードリップ、ドロップ出すの確定ですもんね。ねえ。まず、この変な木と、変な木とスノードロップ特殊召喚して、で、変な木の効果発動して、でトップ見て、あ、シャーマンだったか、まあ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 、で人参効果発動するんだろ、で人参効果発動してバララバー送って、で人参特殊とかするんだろ、で、あ、てこれあれだ、先に多く出した方がよかったね、これね。冷静に書いたらシャーマンっていうのが出せんじゃんね、これね。まあちょっと
順番、まあでもそんな変わんねえか。で、オーク特殊召喚で、はい、運ゲーします。運ゲーしてオークの効果で3枚デッキトップ見て、ああいいね、めちゃくちゃいいじゃん、これはいい。で、スプラウトの効果で、スプラウトの効果でデッキから、立花モンスターを特殊召喚できるんで、これは一回一ひらかな、これはさすがに一ひらで、一ひら特殊召喚されてメインフェーズ中に、立花モンスター一体手札に加えることができる。これ俺ボタンまだ使ってないのかな、ボタン使ってない、ボタン持ってればいい、ボタン持ってきて、立花絢爛持ってきて、で絢爛でサーチだな、でここリリースして、でボタン特殊、ボタン特殊が成功時効果、立花マジックトラップカードを1枚手札に加える、で絢爛で絢爛発動で絢爛効果でリリースする、ボタンいらない、ボタンリリースして、でプリムと、まあ、人参かで、ここでレベル合わせるだろ、でプリム効果ヘドロの植物をリリースされたから自身を特殊召喚できるよ、はい、でレベル42体でオーバーレイエクシーズ召喚立花生ストレナエちょっと効果わかんない人すいませんね、ついてこれてるみんな。で立花生ストレナエ効果、オーバーレイと1つ使うと墓地の立花カードを1枚回収できる、で絢爛持ってきて、でだあーんと、どれ残したら強いかってやったらさ、多く残したことは強いよね、多くは残しておきましょう。でこことここでティアドロップ出して、はい、いけ立花生ティアドロップ、そしてティアドロップの効果発動、オーバーレイユニットを一つ使い、フィールド上の立花モンスターをリリースし、そしてリリースされた場合のストレナリの効果発動、エクストラデッキよりなんか雑に植物属エクシーズモンスターをエクシーズ召喚できるぜこのね、この効果で何でもするんですよ。でハイペルトン効果、あじゃなくてハイペルトンの下に下敷きにする、でこれで一応2妨害ですね、あのティアドロップのフリーチェリリースとハイペルトンのモンスター効果無効なので、まあ、一応2妨害が構えられてはいます。一応、まあ、理想展開ちょっと、まあ、反応によるから、まあ、一応これが強いと思う先行は。さあドラゴニックダイアグラム、なるほど、やばいカードを発動されましたね。これはめんどくさいことが起きる、これ流星総研のことかね。まあでも言うてモンスター交換無効と一回リリースあるから結構強いんですけどね、割とバハルストスか、バハルストスフューラーは効果が破壊されるとデッキから水属性以外の原理属モンスターを守備表示で特殊召喚する。いやこれ強そうだな。まあでもまあ最悪トークン出す方を無効にすればいいんじゃない、多分だけど、うん、はい、マリアムネ、ああ神竜が出てくる、なるほど。でアグニマズド、なるほど、あここ無効にしてもあんまり見ない気がするんだけど、これ無効にした方がいいのか分からない分からない分からない、なんか出てきたモンスター無効にしても最悪ね。VFD とか出てくると思うんで、多分おそらくね、この感じだと、まあ、VFD は別にリリースできるからあんま変わんないんだけど、ちょっとだからあれだよね、リトスアジムさんは何するんですか。源流族を特殊感つえな、お前もお前ら展開力すげえな。これはあれか、VFD とりあえず一旦出してから考えるやつか。まあ、VFD はね、効果無効にもできますしリリースもできるんで、まあ、そんなにやばくはないんですけど、今このままだったらやばいのは、こんだけ動かれた後にその双剣でポン出し出てくるあのバロネスとか一番やばいね。でレベル9 2体で、まあこの VFD は来ると、新竜王 VFD 来た、まあ、VFD 打点高い、やばい戦闘で突破される。あ龍炎くん、いや龍炎くんはさすがに無理でしょ。龍炎くんはハイペルトン効果でしょ、ハイペルトン効果使って、で VFD 効果使ってきたらリリースすればいいかな、大丈夫だ、はい、もう発動したから、 ちなみにもうここはあのあれですからね、適用されてますから。で龍炎どっか行く、で相手 VFD の効果だけ残ってるが殴ってくる、大丈夫だ、いけるいけるぞ、バトル OK、
いける。いける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 。フリーチェーンリリースができるから、もう。もう、あの、フリーチェーンで発動できるから、あの、発動した効果が無効になるわけじゃなくて、VFD は。発動できなくする効果だから、その、先行で出したら強いですけど、その後攻から出してもそんな強くないんですよね、これ。こいつ。で、これ多分ね、いける。で、ここ発動しても意味ない。これフリーチェーンで。あの、チェーンできるから。チェーン2で適用されるから。ちょ、帰れ。消えろ。消えろ。ぽい。ぽい。よし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 。いいぞ。素晴らしい。素晴らしい。よし、完璧だ。完璧だ。なんという強い制圧力。なんという強い制圧力。そして、まあ、多く発動してからにしようか。まず一旦、おっさんの効果発動して、おっさんの効果にチェーンして、ハイペルトンの効果で素材供給もしておきましょう。まあ、これ一番使わねえカードを素材に供給しておけばいいんで。あ、ハイペルトンは自分のターンだったら素材を供給するっていう効果で、下にね。で、相手ターンだったらなんか効果を無効にするっていう効果なんですよ。だから、デザイン的には自分のターンで素材を供給して、相手ターンで、その、下に直に入れたカードを、あ、強っ。下敷き入れたカードを使ってなんか効果無効にしていくみたいな。弱えな、オチは。でもオチは弱えな。オチはそこそこに弱えな。こいつは破壊されても別に今は何もしないから、こいつを破壊していいわけですね。で、リーフ君の効果で相手のモンスターを破壊していく。あとはこの8000打点を作ればいい。任せろ。任しとけ。植物どころ展開なめんなよ。まあ、植物はどっからでも湧いてくるからな。もう一回だからリリースしたらばいいんだな。つまり、人参くんがいると。まあ、人参くんは今あんまり意味がないが、絢爛効果で、リリースは、せんくてええな。リリースせんくてよくて、スノードロップ持ってくるだろう。で、墓地の人参くんは使わなくていいから、これスノードロップ効果発動する。スノードロップ効果で、多くどっか行かして、で、スノードロップと一緒に人参を特殊召喚していく。はい。はい。ほら。ほんでだ。で、打点が上がっていくぜ。よし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 、いいぞ。そして、スノードロップの効果発動。スノードロップの効果によってレベルを8に合わせていくぜ。レベル8のモンスターが、2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れろ立花生ティアードロップかわいいティアードロップの効果発動一旦に一度、相手または自分の植物とかモンスターまたは相手のモンスターをリリースすることができる。帰れ。よし。そして打点アップ効果強制ハースト3000と3200だぜ。強い。なんという最強デッキ。さあ全員で攻撃表示だ。バトルフェーズだ。行くぜ。これがシンラリッカのパワーだ。対戦ありがとうございました。うおー、立花最強やっぱね、こんだけ展開できるとさすがに楽しい。先行だったら強かった。ちょっと高校まくり力がどうなのかって話あるね。バリバリッチ。なるほど。悲願のアッキー。あー、悲願デッキか。オッケー。悲願デッキはどういう動きするんですか、これは。果たして。2体で、あ、ケルビーに OK? ケルビーに、まあ、なんか強そうな動きしてんな。で、ケルビーに効果で、悪魔族を持ち送って、マサイの戦士、効果でもう1枚追加で送れるよ。で、効果で悪魔族を送る。言うてな、そんな でもねえな。あー、伏せ2枚あんのか。そこまで今見えてる妨害は、一応ファーファレル墓地を送られると、1枚、なんかフリージェン除外が入るよっていうぐらいでしょ。で、一回野菜をまな板にセットして、で、立花絢爛発動。立花絢爛効果で、人参を廃棄して、デッキから植物毒を持ってくる効果。これはまあ、一回スノードロップだな。サーチ方法ねえもんな。スノードロップ持ってくるしかねえな。で、スノードロップと、まあ、レギアの方がいいね。でだ墓地に存在する人参くんの効果で、バララバーとかいうモンスターを墓地に送って、一度廃棄した人参を復活させて、食品衛生管理法に違反していく。
あー、悪夢の嘆きはきついな。悪魔か、悪魔の嘆ききつい。バララバー戻されんのめっちゃきついんだよなこのデッキ。なるほど、まあドロップ行くしかない。じゃあドロップ行こう。人参リリースしてレギアを特殊召喚か。レギアでスノードロップでレギア効果1枚ドロ。あー強い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 。いやこれはいいけど、ちょっとひとひらくん来すぎだね。ひとひらくん来すぎじゃない、さすがに。ひとひら来すぎでしょこれ。どうしよう。まあ一旦バララバー出しとくか。ほんでだな、スノードロップの効果発動して、レベルを8に合わせることによってバララバーとスノードロップでエクシーズして相手の、まあ、盤面を踏みに行く感じなんだろうな。ここちょっと墓地送っちゃうとスノードロップあんま見なくなっちゃうから、これ多分ね、アルセイでファーファレル戻しちゃった方が強い気がするんだよね。これちょっとアルセイしましょう。アルセイしてで、デッキトップをなんか当てると一応手札加えるっていう効果があるんだけど、なこれちなみに当てなくても別にいいんですよ。どうしよう、バララバーって入れるか。バラこれでこうして、あ全然違った、もう強いな。送られたらもう強いじゃねえか。で取り除くエクシーズ、そうだよこれ。でこれデッキバウンスする。デッキ持ち上げていいよ。あさっき使ったかそれ。豆は豆の効果さっき使ったか。まあいいや。バララバー効果、ひとひらを特殊召喚で、ひとひらの効果とで、ひとひらの効果でだな、まあこれボタン持ってくるしかねえな。これボタン持ってきてで、ボタンで絢爛、いやトラップカード持ってくるのが強そうだなこれで。ボタン効果リリースして、もう絢爛使っちゃったからトラップカードで相手の効果を封殺していく感じでいきましょう。このトラップカードもねちょっと使いにくいんだけど、一応妨害にはなるんですよ。でまずはこれでぶん殴っていって、で破壊耐性使ったところであんまり意味がないから、まあこれは多分使わない。でケルビーニはしょれるで、一応ダンテもまあしょれると思うな。でここぶん殴るでしょ。でダンテで回収がなんか入る。で、墓地の悲願モンスター回収していく。 OK、 いいよ、いいぞ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 、よし、盤面はちゃんと返した。でグラバースニッチを、回収して、なんかあるね、なんだろうねこれ、このチェーンはこいつだな、このクセカードだな、なんだそれ、暴欲の暴風、知らんな。手が1枚してるとフィードカード1枚を対象にそのカードを持ち主できる一番上に戻す。なるほど、なかなか強いな。まあそんなに困んねえか、でもそんなには困んない。まあ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 いいよぐらい。ああどっか行った。さあ、グラバースニッチの効果で、グラバースニッチの効果によって何らかのモンスターをデッキから特殊召喚することができる。またファーファレルか。うん、いいだろう。でセットして、エンドか。これ、ね、トラップカードがちょっと癖強くて、あのフィールドの植物コモンスターリリースして発動することもできるんだけど、まず1回、フィールド発動する効果が発動できなくなるよっていう効果を相手のモンスターに付与するっていう、トラップカードなんですよ。でリリースするとさらにパクれるっていう、相手のモンスターを端子落ちまで。まあだからあのね、意外と難しくて、これ召喚成功時効果とかこういうの止められないんですよ。その起動効果でなんかその例えばなんかそのアーゼウス、あ、まあ、アーゼウスは遅延されるから意味ないけど、なんだ起動効果って、あと強いやつなんかあんま思いつかねえな。あのカステルとかですか、ちょっとあんまいないですね環境にね。環境にいるやつってなんだ、あとあラドンとかかもしんない。ラドンとかあのアウラドンみたいな、あの起動効果でなんか効果を発動するみたいなモンスターの効果を一応発動できなくするよっていう効果なんですよ。だからねここね、あのね単純にね、あのまあなんだろうな、使いづらいというか、その脳死では打てないというか、ちょっとね難しいんですよね。でケルビーニ君はまあもうしょうがないですね。これ今ちなみにレギアをリリースすると相手のモンスターパクれるんで、まあ、ワンキルとかは取れなくなる感じですね。うわすげえモンスター入ってるじゃん、すげえモンスター入ってるわ。
なんかバケモンみたいなもの出てきたぞ。ダークネクロフィアってダークネクロフィアはさ、グラバースリッチで、なんか蘇生か、墓地から蘇生。なるほど。はいはい、スカラマリオンね。オッケー、いいでしょう。まだ知らないからまあ別にいいや。で、ダークネクロフィアも多分出せるから、ダークネクロフィアかなんか出てくるのかな。あー、なるほどね。令和のデュエルでダークネクロフィア出してるやつなかなかいないですけどね。俺もなんかダークネクロフィアを救いたくてデッキ作りましたけど、なんかダークネクロフィア最初に抜けたっていう、悲願ネクロフィアみたいなデッキ作りましたよ一回ね。セットほう、なるほど、いいだろう。あのクセカードが怖いんだよな。で、ひとひらの効果、ひとひらは墓地からポイってなる効果がある。はい。で、ダークネクロフィア効果で、まあ、この後のレギアをパクられるんでしょうね。まあ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 、まあ、レギア君パクられるのは全然いいですよ。はい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 、いいでしょう。まあ後で返してもらいましょう、あれはあれは一旦返してもらって。でですね、まあ一平もありますし、割と、あ、ボタンも来た。まあこれはまあなんとか返せんじゃねえ。一平効果、まあ、この一平っていうモンスターがね、やっぱね強くてね、エンドフェーズに植物族のみか、あのフィールド上にモンスターがいないと墓地から蘇るっていう効果があるんですよ。これがめっちゃ強いんですよね。でですね、まあ一旦ちょっと返してもらうか。薄らいでモンスターリリースすると相手のモンスターをね返してもらうこと、返してもらうっていうか、まあ、パクるっていうことができるんですけども、これで1回パクられている、レギアを回収なんだこの、なんだこのパクり合い、パクり返してもらったぞ。そして、立花生プリムは、フチュエード上の植物がリリースされたんで特殊ができる。で、人参効果使って、ひとひら墓地を送りながら自身を特殊召喚してレベル4から2体並べられる。で、ストレナエ効果発動して、ストレナエを絢爛でリリースしてやる。あ、強い。さあ、ストレナエを特殊召喚、ストレナエの効果発動、ストレナエの効果によってオーバーレイユニットを1つ使い、回収すんのは正直何でもいいんだけど、一回こいつ回収しとくのありだな。トラップ回収で絢爛発動、絢爛効果、フィールドのモンスターをリリースして、リリースすることによって、レベルが同じ立花モンスターと植物族をサーチすることができる。そしてリリースされた場合のストレナイの効果発動、ストレナイはリリースされた場合、エクストラデッキより好きな自分の思い思いの、植物族エクシーズモンスターを特殊召喚できるぜ。そしてオレイヤーの効果発動、オレイヤーの効果によってデッキトップ3枚をめくり、その中の植物族モンスターの数まで相手のカードを選んで手札に戻すことができる。つえ、うわ、つえ、めっちゃつえ。これとお帰りください、さようなら、また会う日まで。おいつえ、バリつえ、バリつえ。僕まだ召喚権使ってないのマジですか。やばいこと起きてますね。召喚権使ってないのマジですか。やばすぎ問題ね。ドロップでリリースして、でこれはまあまだ俺ボタン使ってないのよ、これね、効果ね。ボタン特集ね、そのドロップ特集ね、ボタン効果で、まあ次の絢爛を持ってきて、強すぎ強すぎ。でスノードロップ効果発動、レベルを8に合わせていく。レベル8のモンスターが4体来るぞユーマレベル8の立花生ボタンとレベル8の立花生ボタンでオーバーレイエクシーズ召喚、現れよ立花生ティアドロップ。この召喚ムービーエロすぎ問題。バトルフェイズ、立花生ティアドロップ出したくてこのデッキ組みましたからね。ええ、最強です、やはり真の最強を大戦ありがとうございました。うおー、ティアドロップパンチ、いやーん、いや、たの、このデッキね、マジで組んでみてくれ、めっちゃ楽しいから。いや、やっぱりね、さすがに
あの先行でめちゃくちゃ妨害されるときついね。マクリロクはそこまでね悪くはないと思うんだけど、意外と手数はあるとは思うんだけど、このデッキ、まあ、そうは言ってもいいんだとかあるかな。楽園開幕のコスト強、楽園開幕でエッジンプチェーンを捨てるのは犯罪だって何回も言ってるだろう、ふざけるな。楽園開幕のコストにエッジンプチェーンを捨てるのはマスターズエル犯罪法に違反してるって言ってるだろう。エッジンプチェーンから持ってきたデストイパッチワーク発動して融合を持ってるのも犯罪だって言ってるだろう。おいふざけんな、お前おかしいだろ。なんで1枚か2枚なってんだよ、おい融合で何が出てくるんだこれは。はい、マスカレイド。キモいモンスター来た、キモいモンスター来た、世界一キモいモンスター来た。私が一番好きで、一番嫌いなモンスターですね。はい、あの一番好きでかつ一番嫌いなモンスター、角尺竜マスカレイド。なんかさ、好きなモンスターと嫌いなモンスターと遊戯王紙一重みたいなことない？自分で使うのめっちゃ好きだけど使われるのめっちゃ嫌いっていうね。これが遊戯王だと思ってます。で、2体で融合召喚していくマスカレイド2体目。キショイの来た、やばいんじゃねえかこれ。これ毎回毎回カード発動するたびに1200番は今のところ確定している。これワンチャン赤の楽園セットされたら1800番までありますからね。うわ怖え、あのセットカード、ちょ、赤の楽園だけ本当にやめて、赤の楽園だけ本当にやめろって言ってるだろう、やめろって言ってるだろう、やめろバカチンガ、バカタレ、バカタレ、無理だって。これ無理だよ、返せないって、1800ライフは無理なの、全然無理だけど。リーフ召喚効果使ったらしいか、リーフ召喚ちょっと待ってくださいね。お前めっちゃ絢爛があるから、打点を上げにいけばいいのか。絢爛でぶん殴りに行って、これ何かどうなのこれ、ボタンの効果使って、ボタンの効果使ってポッてやって、でこれ出すでしょ、でこれで効果発動しないとダメで、ダメでもねえか、待って、でも待って、待って、で、薄らいでしょ、これでこれ持ってこないといけないか、絢爛発動でしょ、絢爛発動で、やばくね、もう2600ライフしかないんだけど、おかしくね、このデッキ、このデッキ絶対おかしいと思うんだよね、おかしいと思うんだよね。俺これで残りライフあといくつですか。いや無理、全然無理。いや全然無理だけど、バトルするしかないけどね。バトルフェーズ入って、いやこれ一体しょったところで、1100ライフからハワイとカードの効果を発動ができない。このデッキバケモンだわ、うん、このデッキマジでバケモン。